Plus one smile for you Plus ファッションパン。皆さんお久しぶりです。帰ってきました、センタロウです。あれ、センタロウさん。いや、そうなんですよちょっとね、やめたんじゃないですか。やめたってちょっと勘弁してください。僕いろんなところでセンタロウさんが飛んだ、やめた、消えた、ついに借金が回らなくなったって言われてるんですけど、違うんです。普通に怪我をして、でアキレス腱を断裂したんですけど、それでちょっとお休みいただいてました。あ、そうなんですね、はい、でなんで切ったかっていうと、秋葉原でメイドさんを追いかける鬼ごっこの動画があるんですけど、それを撮影中に切れましたはい、あの40歳は無理ですね、若い子相手に。いや、もう本当にもうね、思いました。で、まあそんな中、私今日帰ってきましたけれども、今日はですね、こちらタントですよ、タント。はい、でもね、これ中古車紹介じゃないんですよね。そうです。はい、じゃなくて、このタント、なんとプラスパージャパンさんがあげちゃいます。おっ、いや、でこれね、あげちゃうって言ってももうね、実は当選者の方決まってるんですけど、これいつからいつまででしたっけ、抽選期間は11月中にやってました。はい、11月中に、はい、まあ、ちょうど僕がアキレス腱の手術の後寝込んでる間にあのツイッター見てたら、うわ、プラスパーさん車プレゼントしてるみたいな思ってで、これ納車俺やんと思って、で今12月なんですけど、足がやっと歩けるようになったんで納車に、来るということになりました。で、プラスパーさんではこの他にもね、他の車とかも抽選やってるんですけれども、こういった形でたまにね、あの視聴者の皆さんに急に車のプレゼントするんで、見てる方はチャンネル登録と、あとあのツイッターのフォローと、あと両方とも通知のベルマークは入れといた方が絶対いいんで、皆さんぜひよろしくお願いします。で、まあ、今回のタントなんですけれども、まあ、特にね、そんな極端な特徴はないんですよね。そうですね。ただ不思議なんですよ、白いタントめちゃ人気。人気ありますね。だって他の色の軽自動車と比べて圧倒的ですもんね。圧倒的です。こんな話しちゃあれなんですけど、僕のあの昔の彼女がしばらく乗ってました、白いタント。しかもこの方だからね、俺今日ね、なんかね、ちょっとそわそわします。はい、あの土屋圭一さん、まあいいや、それはやめときましょう。あのとにかくあの、ね、あの今日はね、これをプレゼントということで、もうすぐあの当選者の方がいらっしゃるということなので、早速お車あげちゃいたいと思います。おめでとうございます。さあ、ということで今回の車プレゼント企画、見事に当選した方をお呼びしたいと思います。それでは尾形さん、お願いいたします。はい、どうも、はじめまして、太田さん、おめでとうございます。これね、あのタントですけど、どうですか、実際見てみて。そうですね、やっぱり綺麗ですし、はい、すごい嬉しいですね。いや、ですよねいや、普通にこれ多分もらったら誰でも嬉しいと思うんですけど、はい、あのもうかなり綺麗にはしてあるので、うん、まあ、ぜひね、あのこの後も自分で簡単な手入れで、はい、長く綺麗に乗れるかなと思います、はい。黒沢さん、これトラブルないですよね。はい、もうねバッチリなんで、あのここだけちょっとワイパーのブレードだけ後で変えてあげてください。わかりました。はい、はい、いや、でもね、この企画ってまず見つけたのはどういうきっかけだったんですか。そうですね、僕、まあ僕も見つけたのもあるんですけど、はい、母親も一緒に見つけまして、で母親の方が逆に前向きだったんで、あ、そうだったんですね、はい、こういうのあるよみたいな話してたら、じゃあ応募しようかって言って、で実際そのツイッターだったり、はい、で、あのリツイートしたら、はい、当選したよみたいな連絡来たんで絶対嘘だと思いますよね。絶対嘘だと思ったんですね。いや、そうなんですよ、うん、でもこのプラスワジャパンって、まあ、これ何人もの方にも今プレゼントしてるんですけど、うん、ちゃんとね、実際にプレゼントしてますんでね、うん、なんかこれ乗ってどっかこれ行こうとかなんかあるんですか。まあ実家に私はいないんで、はい、川崎の方に住んでるんで、はい、川崎と実家を結ぶあの足にしようかなと。足に、はいはいはい実家遠いんですか。川崎ですけど、はい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 、はい、実家は相模原の方にあるので。ああ、そうなんですね。だから確かにこういう車なんですね、はい、じゃあお母さんは実家の方にいらっしゃるんですよね。母は実家にいます。じゃあもうお母さんのところにまずこれでもう今日この帰りにも寄ってほしいぐらいですね。まず、はい、まあ、ぜひね、あのこれをきっかけに、はい、あのプラスマジャパンのチャンネルとかも他の人にもぜひ拡散をお願いして、はい、もしかしたら周りでボコボコ当たるかもしれない。はい、まだまだあのこういうプレゼント企画やるんで、はい、あの一度当たった人もまた応募はしていいんですよね。
はい、らしいんで、はい、何台も持ってっちゃってください。はい、はい、じゃあ今回尾形さん本当におめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ帰り気をつけて運転してください。はい、ありがとうございます。はい、そんな感じでこのチャンネルではですね、プレゼント企画バンバンやりますんで、皆さんチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォロー、リツイート、通知も取ってください。ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということでですね、無事納車となりました。おめでとうございます。いいな普通にただで、しかもなんか今ちらっと聞いたら本当に車持ってない方らしくて、はい、初めて自分の車を。あ、そうなんだ。はい、お父さんとかは車持ってるらしいんですけど、はいはい、なんで初の車です。で、それ本当におめでとうございます。ちゃんと車買いたい人いたら紹介してください。 ありがとうございました。ありがとうございます。気をつけて。車屋さんの気分味わってみたいな。でもタダでもらってるんですよね。そうですね。でもね、よかったですね。いやだ、残念だな。また置いてくのができなくて今回。いや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 、もう言うてこれだけのために来てるのもなかなか。今日本当にこれだけでしたからね。いやでもあのシリーズ期待してる人多いですよ実は。いや僕の負担が多いんですよ。いいですけど。当たっちゃった以上はね、僕もお祝いはしたいんで、やっぱりハッピーなことなんで関わりたいので、はい、全然いいんですけど、今日は良かったなと思って、はい、ここに来るだけなんでね。もう長野とかね、大阪とかね、こんなあんま出張多いかなと思ってたんですけど、まあ、こんな感じでね、はい、またどっかで当たった人は行きますから、僕ちゃんと車届けに。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。